はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日もこちらオーダーいただきました作品の完成報告動画となります。はい、大変ね、お待たせいたしました。ちょっとね、お約束の2ヶ月ないちょっと過ぎてしまいまして、もう本当にね、もうバタバタでちょっとごめんなさい。なかなかね、作る制作スピードが追いついてない状態なんですが、こちらね、ちょっとマネークリップ系がね、続いております。これからもちょっと続く予定なんですが、ボックス型小銭付きマネークリップのスタイル A。で、革の方がね、イタリアンレーザーのエルバマットとなっております。はい。エルボモットね、結構久しぶりに出たかなって思うんですけど、これね、イタリアンレーザーなので、オイルがたくさん入っていて、また湘南タッチとは違うエイジングが楽しめる、革ですね。非常にね、使い込んでいくと、表面がツルッとするような感じのエイジングになっていきます。はい、糸の方は、こちら、刺入糸のハニーゴールドですね。金具の方はゴールド。中の方はこんな感じですね。はい、スタイル A ですので、まあ通常のね、まあ通常っていうのかな。まあ一般的なマネークリップと同じような扱い方ですね。一応ここに、こんな感じでお使いいただくか。まあ上のね、こちらの方にこういう感じで、縛り付けてることも可能となっております。こんな感じね。よいしょ。はい。で、中の方はこんな感じ。よいしょ。ボックス型。なので、大きくね、開きます。はい、でね、いつも通り、小刃周りはね、フノリと蜜蝋で磨き込みかけてあります。こんな感じね。で、バックポケットはなし。まあ、バックポケットがないとね、全体的にすごい薄い感じにはなりますよね。はい、以上ね、こんな感じで完成いたしました。はい、お待たせね、いたしました。本当に申し訳ございません。はい、動画の方でね、ご確認いただけたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。